はい、どうもこんにちは、ゆうりです。今回は銀のチケットはリセマラができるのかっていうことについて調べていきたいと思います。で、どういうふうにリセマラをするかというと、このね、調査団の錬金術の銀の錬金チケットを使って、ストレージ使った後にね、セーブ書かれちゃうので、使った後にストレージからデータをまた持ってきます。すると銀のチケットを使う前に戻るわけじゃないですか。まあ昔の未来史みたいな感じで、で使った後と使う前のその銀のチケットから出る装飾品の状態が違うのかっていうのをちょっと調べていこうと思います。はい、ということでまず早速1回40枚使いますね。で、これ出た内容を覚えておきます。はい、内容はこんな感じですね。ちょっとスクショを撮っておいてスクリーンショットと貼り付けときますね。ちょっと強壁玉があるかだけ見させてないね。はい、出ないんかな、やっぱり。はい、ということで最初無傷短縮特写の並びですね。はい、ということで、この並びを覚えておきますね。それじゃあ、ホームボタンに戻って、ここ。はい、このセーブデータをアップロード、ダウンロードするを選びます。で、この、今もうアップロードしてある状態なんですよ。使う前にね。で、すべてダウンロードをするを選択します。これで使う前に戻ることができます。で、この使う前に戻った状態で、すべてに適用するよね。戻った状態で、再度銀の錬金チケットを使うと、どうなんだろうっていう、お話です。それじゃあ、また再起動とかなんやらしなきゃダメなので、それまでカットしますね。はい、セリエナに戻ってきました。それじゃあ早速、銀のチケットの数から確認していきますね。480枚ぐらいだったよね。はい、こんな感じで使う前に戻っています。それじゃあ開けていきますね。40枚で選択して、最初どんな並びだったっけ見たら思い出すわ、多分。まあ編集の時にも違いが見れるしね。ドン。はい、無傷短縮特写覚えてたわはい、ということでリセマラは難しいですね。この感じ難しいというか無理ですね。おそらくテーブルが存在しているので、蒸気チケットじゃないわ、蒸気機関のポイントを貯めて再度銀のチケットを獲得し直したとしても、ここの結果は変わらないと思います。はいということで今回の、動画の結論としては、銀の錬金チケットはリセマラができない。で、テーブルも、なんだ、マカレンキのテーブルって固定になったじゃないですか。だからこれを未来視するっていうのも、まあ、不可能だと思います。まだ試してないので、なんとも言えないんですけど、ほぼできないんじゃないかなと、はい、思います。いつ出るんや、強壁玉は。はい、それじゃあ、今回の動画は以上になります。皆さんも良いモンハンライフを。お相手は、ゆうじでした。またね。